アメリカでの移植手術を希望する男の子、ゆまくん、1歳のこの男の子ですね。この子のために現在両親や友人が募金活動を進めていますが、ある事件をきっかけに詐欺ではないかという誤解を受けるようになりました。私は今月7日、募金活動を進めるゆまくん救う会の記者会見に出席しました。ゆまくんの両親やその友人、そしてゆまくんが入院している埼玉医科大学病院の医師らが出席し、ゆまくんの病状や募金の意義について説明をしてくれました。この翌日の8日、東京都内で心臓病の子どもの親族を語る別の女性が募金を呼びかける記者会見を開きました。ところが一夜明けて、この記者会見が嘘だったことが分かりました。ゆまくんを救う会にも詐欺ではないかと活動の趣旨を疑う電話がかかってくるようになりました。街頭での募金活動をしていても何人かの人が詐欺じゃないのと尋ねてきました。そもそもゆまくんにはなぜアメリカでの手術が必要なのでしょうか。ゆまくんは昨年の秋、埼玉県の秩父市で生まれ、すぐに腸閉塞と分かりました。これまでの1年間に8回もの手術を繰り返しましたが、小腸の大部分を摘出したことにより肝臓など他の臓器にも負担がかかり、同時に6つの臓器を移植しないと命の危険があります。移植のためには臓器を提供してくれるドナーが必要ですが、日本では子どものドナーが少なく、特に6歳未満は年間1人くらいしかいません。このため海外で渡っての移植が必要ですが、医療保険が効かないため莫大な金額がかかります。このためゆまくんの場合は2億円です。家族だけで負担できる金額ではないので、善意の寄付に頼らないと命を救えないというのが現状です。一方、莫大な寄付を募るには、その使い道や余ったお金の額などをはっきりと公表し、透明化を進める努力も必要です。臓器移植の希望者や家族を支援してきた NPO 法人の高橋和子理事長は、記帳した通帳の写真をホームページに掲載したり、活動が終わった時には会計報告や監査を行うことを進めています。ゆまくんを救う会でも連日のようにホームページで活動を報告し、どこの場所でいくら募金があったかなどを1年単位で公表しています。今回の毎日新聞の報道をきっかけに、ゆまくんを救う会への誤解が解け、本当に必要な支援が届くことを願っています。